こんにちは、三浦弘樹です。本日のミリオネアマインドセットのテーマは失敗は喜べというテーマでお話をしていきたいなというふうにですね思っております。で、やっぱり起業家はですねたくさんチャレンジをしていきます。なので、もちろんですねたくさんですね失敗もしていくんですね。で、私自身も、たくさんですね、ビジネスだったりとかチャレンジを、しておりますので、同時にですねたくさんですねこの失敗だったりとかうまくいかないことっていうのはすごくねたくさんあります。ただやっぱりこうチャレンジをしていってその失敗っていうのをこうの捉え方がですねうまくいっている人といっていない人っていうのはやっぱり違うんですね。で、これだけですねやっぱり世の中でこう、ね、お金に困っている人が多いとかですね、その会社をですね設立してもですね大半の会社がですね10年以内に潰れてしまうとかね、そういった事実があるのはあるんですね。だからこそ実はですねこう失敗っていうのもやっぱりたくさんあるんですね。で、そういったその失敗っていうのを検証してこう精度をですね高めて、成功に向かっていくっていうことが非常に大切になってきます。で、よくいろんな人のですね情報発信をですね見ているとうまくいったこととかしかですね発信していなかったりとか、どうしてもですねうまくいったことにフォーカスをされがちなんですが、実はですねその陰で、それ以上のですねたくさんの失敗っていうのをですね、しているっていうことをですね覚えておいてください。で、この、失敗をですねあなたがした時とかうまくいかない時っていうのはそういうものだというふうにですねまずは認識をねした方がいいと思うんですね。だからこそですねこうやり続けていくっていうことが非常に大切になってきます。で、成功っていうのはですね成功への脱落ゲームっていうふうにですね言われるんですけれども、やっぱりね多くの方がこう失敗して途中でくじけてしまってですねもう本当に立ち上がれずにですねやめてしまうんですね。で、じゃあどういった考え方でやっていけばいいのかっていうところなんですが、失敗イコールですね売れるストーリー、失敗イコール売れるストーリーだと思ってください。で、やっぱり普通に、例えばあなたがですね情報発信をしたりとか何かね、セールスをした時に単純にですね、私はですね何一つ、失敗もせずにですねそのまま成功しましたっていうのはですね正直面白みもなく共感も呼べないストーリーなんですね。それよりも、ヒーローズジャーニーっていうんですけれども、こうね、いろいろなこう失敗を重ねてそれを克服してうまくいってまた失敗してうまくいきましたみたいな、そういったですねストーリーが共感を呼べるですねストーリーっていうですね、そういったそのストーリーテリングのですね法則があるんですが、やっぱりそういったあなたがこうやっていく中でそういったその失敗体験こそがですねその後々の売れるストーリーになっていくので、やっぱり失敗してもですねこれは一個のネタになるなっていう風にですねそういったマインドセットをしっかりと持ってほしいんですね。で、例えば僕の場合ですね過去を振り返っていろんな失敗がありましたが、例えばね僕はね起業する、きっかけっていうのが、彼女にね、振られてもう大失恋をしたっていうね、そういったストーリーがあるんですけれども、じゃあその時の一部をですね見た時に、じゃあ彼女に振られましたっていう風にですね言った時には、僕の人生から見たらね一部を切り取ったら失敗かもしれませんね。大好きな彼女にね結婚しようと思ってた彼女に振られたっていうのは失敗でもありますが、実際にですねその、ストーリーをですね常にこう語ることによって、共感とかもね得られるんですね。なので、それは今だからこそそういったね売れるストーリーになっちゃっているんですね。はい。で、例えば、他にもですね、一番最初にね、コンサルティング、私が副業からですねコンサルティングを受けた時に200万円のですね高額のコンサルティングをね、受けたんですが、実際にですねその200万円のコンサルもですね僕途中でね劣等生すぎてドロップアウトをしてしまったんですね。でもそんなですね、ドロップアウトした、僕がですね今本当にですね、収入がすごく高くなってですね、成功のストーリーっていうのをですね描いているので、こう劣等生から人生を変えたっていうですねそういったストーリーにもですねなっているんですね。他には例えばですね僕の受講生の例だと、中卒でアルバイト経験しかなかったですね男性っていうのがねいるんですけれども、彼のそのじゃあ中卒でアルバイトしかね今までやったことがないっていうのは、言ってみればですねそこまでねエリート街道ではないというかですね、どっちかというとね落ちこぼれの方に入ってしまうんですが、そんな彼がですね月収1000万円になったっていうですね、ストーリーがまたこれ売れるストーリーにもなるんですね。はい。なので実際に、あなたもですねいろんなですね失敗体験とかをその失敗 の, ネタリストにですねしっかりとストックをしておくことによって、共感を得られるですねストーリーっていうのが作れるようになってくるんですね。なのでやっぱりこうね、失敗してもこうねやり続けるやめないっていうことが非常に大切になってきます。例えば、エジソンとかね、もう何百年とねエジソンの、そういった電球を
開発するときにこう、ね、何万回も、ね、失敗したっていうね、そういったストーリーが、ね、受け継がれていますが、それは何でかっていうと、やっぱりそういったその失敗のストーリーっていうのはみんなに共感を得られるんですね。もしエジソンがですね、ちょっとね、1ヶ月ぐらいの研究でね、電球がパコッとね、光ったらですね、もう誰も共感されないんですね。でも本当にね、何万回もですね、研究を繰り返した結果、ようやくですね、このライトがですね、まあ、ついたっていう、そういったストーリーがたくさんの、ね、人を、ね、共感させて、もう何百年もですね、こう歴史にですね、名を残すようなですね、そういったストーリーになっていくんですね。はい、なのでこれからですね、間違いなくこの動画を見て真剣にね、見てくれているあなたの、ね、人生の中でもですね、もちろん僕の人生の中もそうですけれども、数々のですね、ピンチだったりとか失敗っていうのは訪れます。ただそれはですね、失敗はもう売れるためのですね、ストーリーになってくるっていうですね、まあ、そういったマインドセットをですね、しっかりと意識をしていただいて、まあ、それからそのね、失敗から多くのものを学んでいただいて、よりですね、あなたの次のステージにですね、役立っていただければなというふうに思っております。では今回のミリオネアマインドセットは以上となります。ありがとうございました。